アーティストっていうふうに自分を名乗るのはちょっと肩書き的に違うと思っていて、心を動かされているものを絵の具を通して表現するっていうのが、一番やりたいことなので、衝動に任せて活動していきたいっていう。光、明かり、その一瞬を永遠に。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は、絵描き大畑慎太郎。独学で美術を学び、唯一無二の作風にたどり着いた彼の作品は、絵と立体が作り出す優しい光にあふれている。風景の中に女の子がいるっていうのは、もうずっと同じテーマで、本当に絵が嫌いになりそうな になった時があって、そういう時に立体と絵の組み合わせっていうのが生まれた作風ですね。平面と立体、二つの世界の出会いは、彼の生涯のテーマによってつながれる。例えばコンビニの光とか、そういう光にシフトしてテーマを考えていくと、いろんな絵が描けるというか、光が当たることによって何の変哲もないものがドラマに見えたり、人の人生にスポットを当てるみたいに、見えた瞬間みたいなのを描きたいなと思って。儚くも優しくもある。それは平面だけでは描くことができない登場人物たちの人生。見る方に何か訴えかけるものがあればいいというのなら、別にこう絵だけで勝負しなくても何でもやった方がいいんじゃないかと思って、だったら平面の中だけにこだわることはなくて、立体がある絵でも同じなんじゃないかなっていう。光が照らす人生を描き続ける、それこそが絵描き大畑慎太郎の存在意義。一番最初に夜の絵を描いた時っていうのは、自分が昼に働いている人に対してすごいコンプレックスを持って、で自分がそこで生きられなかったっていうので、結構負い目を感じて生活してた時に、コンビニが開いてることによってこの時間に生きててもいいんだっていう、そういうのがすごいなんか救われた気分になって、そういうなんか人が僕以外にもいるんじゃないかと思う、そういう人に届けばなっていう、そういう人をつなげるツールに絵がなればと。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は美術家高島秀夫のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。